こんにちは、ダイレクトな社長の広島です。今回はかっこいいピアノコードを覚える方法を紹介したいと思います。ぜひ一緒にやってみましょう。それではやっていきましょう。ピアノのコード奏法でさらっとかっこいいコードが弾けると素敵ですよね。ではこれはどのようにして覚えていけばいいのかという流れをやってみたいと思います。例えば E フラットキーにおいての251Fm7th, Bb7th, そして Em7th。 この251の時にどのような弾き方が考えられるでしょうか。一番まずベーシックにやってみると、左手でルート、そして右手で基本形の押さえ方、今の弾き方はコードとしては合っているんですが、音と音のつながりが滑らかかと言われると残念ながら滑らかではないですね。一番おすすめな方法はコード進行の中でボイシングを覚えるというやり方です。 Fm7th, Bb7th, Em7th の時よく使うボイシングで、このようなボイシングがあります。これは今右でどのように考えているかというと、 Fm7th の時に単3と上の Aフラットのmj7th、右手だけで見ると Aフラットmj7th の音ですね。 Aフラットc Eフラットg、 そして左手は F、 このように考えます。そうするとですね、今の Fm7th, Bb7th, Em7th の時に考え方は F 分の Aフラットmj7th。 そうすると結果的にはですね、フラットサード、そしてフィフス、そしてフラットセブンス、そしてナインスというふうに F マイナーのナインスのコードになります。3579というボイシングです。ただし、よく分かってなかったとしても、まずはこの単3度上の A フラットのメイジャーセブンスを押さえると考えてあげてください。そしたら次 B フラットセブンスなんですが、もうこの形まで覚えていただけたら、あとは今度右手の3つ目の音を半音下げるというふうに考えます。そうすると B フラットサーティンスという非常に美味しいボイシングになります。B フラットから見たところのフラットセブンス、そしてナインスサード、そしてこの G の音、これがサーティンスの音になるんですね。つながりで考えた時に3つ目の音のみを半音下げるというふうに考えてみてください。そうすると結果 A フラット C、 そして E、 G という音になって B フラットのサーティンスの音になります。非常に簡単ですよね。最初にこの A フラットメジャーセブンスのこの音さえ覚えれば、3つ目の E フラットをハーモン下げることで7、9、3、そしてサーティンスという音になります。構成音でパッと考えられる方はそれでいいんですが、なかなか構成音がパッとわからないっていう方はもう3つ目の音をまず半を下げると考えておいてください。そしたら非常にリッチなボイシングが得られます。そして E フラットメイジャーセブンスの時、この時の考え方は E フラットの3度上、 G のマイナーセブンスという考え方、これが非常に簡単だと思います。 E フラット分の G マイナーセブンス、Gb フラット DF
そうすると結果的に E フラットのメイジャーナインスのボイシングになります。 E フラットキーにおける2のマイナー F マイナーのところで単三度上、単三度上のメジャーセブンス、まずは右手でこれを押さえます。そして左手と合わせることで F マイナーのナインス、そして次の B フラットセブンスの時3番目を半音下げると、そうすることによって B フラットのサーテンスのボイシング、かっこいい音ですね。そして次1に戻った時 E フラットルートからメジャーサード上 G から始まるマイナーセブンス、 G マイナーセブンス、G、B フラット、D、F。 こうすることによって E フラットのメジャーナインス、3、5、7、9のボイシングですね。これでにリッチなサウンドが得られました。この考え方、流れの中で考えるというやり方さえ覚えれば他のキーになった場合でも応用が効きます。応用が効くためにもう一度先ほどのまとめをしておきたいんですけど、この最初の2マイナーセブンス、ここも2のマイナーセブンス、5セブンス、1のメイジャーセブンスと書いておいて、 F におけるこの A フラット、これが3、5、7、9ボイシング、そして次7、9、3、そして13ボイシング、そして1メイジャーセブンスにおいては3、5、7、9ボイシング。結果としては251が3579、そして793、そして13スボイシング、そして1の時に3579というボイシングになったわけですね。構成音的には3579から793、そして13ス、そして最後が3579というボイシングになっています。ただし一個一個この構成を考えるのがなかなか大変だと思いますから、251の2の時には単三度上のメジャーナインス、そして3つ目の音を半音下げる、そして1の時には3度上のマイナーセブンス、 G のマイナーセブンスという形で対応しました。ではですね、他のキーでもやってみましょう。それでは今の流れを A フラットキー、これで応用してみましょう。まず何も考えてなくて251、 B フラットマイナーセブンス、 E フラットセブンス、そして A フラットのメジャーセブンス、パッと押さえた時にはこのようなボイシング、悪くはないですが、もっとリッチなサウンドがありますよね。先ほどの流れを使ってみましょう。B フラットから見た単三度上なので、D フラットですね。D フラットメイジャーセブンスをまず押さえます。そして左手に B フラット。こうすることによって、B フラットマイナーのナインス、そして次3番目3つ目の音を半音下げる、これだけです。そして A フラットのメジャーセブンスの時はメジャーサード C の音から始まるマイナーセブンス、サウンドの精度が変わりますよね。
同じコードでも押さえ方が変わるとサウンドのクオリティがぐんと上がりますね。それでは本日のまとめをやっていきましょう。かっこいいピアノコードの覚え方はやはり流れで覚えるということですね。もちろん一つずつ構成を数えていきながら押さえていくというのもありなんですが、やはり実際のパターンではよく使われるコード進行というのがありますよね。今回例にした251なんていうのはもうポップス、ジャズ、いろんなところでよく使われる進行なので、その流れを丸ごと覚えちゃおうという流れでしたね。そして Fm7th、Bb7th、Emj7th、 これを普通にこの流れからこの流れ、そしてもう右手がぐんと飛びすぎなんですよね。それに対して非常にスムーズで音楽的な押さえ方になってます。そしてこのような流れで覚える時の考え方、まず最初2のマイナーセブンスのところで右手は何を押さえたかというと、単三度上のメイジャーセブンス。こうすることによって右手はルートレスボイシング、ルートは弾かないということですね。なぜルート弾かないかというと、左手で押さえていて右手でまた同じものをオクターブ違いで押さえたとしてもあまり効果がないからですね。それに対してルートを弾かない代わりに他の音、今回だとナインスを押さえることによってよりリッチなサウンドを得ているという考え方です。そして覚え方は F から見たら単三度上なので単三度上のメイジャーセブンスというふうに考えてください。頭の中では F 分の A フラットメイジャーセブンスという考え方で大丈夫です。そして次の B フラットセブンスの時にこの3つ目の音を半音下げる、ただこれだけ。このようにコードの流れで綺麗なものというのは共通な音、そして変わった音というのはほんの少し、この辺が美味しいポイントなんですよ。先ほどのもう全部がガラッと変わりすぎですよね。それに対して動いたか動いてないのかあまりわからないように動く、これがポイントですね。そうすると右手が2マイナーから5に行った時、 E フラットの音が D に変わっているだけで他は何も変わってないというところがポイントですね。そして最後の E フラットメイジャーセブンスの時、この D の音が共通の音をつなげているというのがポイントになります。考え方としては3度上の G のマイナーセブンスを弾けば結果的にこのような E フラットのメイジャーナインスという非常にリッチなサウンドになっています。めちゃくちゃ綺麗な流れですね。というふうに考えていけば、先ほど A フラットでもやりましたが、どのキーにおいても対応できます。シンプルな C キーにおいての251なんていう時なんかでも D に対して単三度上なので F から始まるメイジャーセブンス、そして3つ目を変える、このように流れで覚えていけば実際の曲でかなり使えていきますので、ぜひ試してみてください。それでは失礼します。ダイレクトラインスタジオでは体験レッスンを行っております。ギター、ピアノ、ボーカル、そして作詞作曲など一人一人のやりたい内容をマンツーマンで丁寧に教えます。ピアノ弾き語り教室のホームページから体験レッスンを受け付けています。ぜひご応募お待ちしております。